突然だが霊夢、過ぎたるは名を呼ばざるがごとし、ということわざを知っているか？やりすぎはやってないのと同じだから、物事はほどほどが大事だって感じだっけ？大体合ってるな。ではこのことわざ、もともと何がやりすぎで、何がやらなすぎなのか考えたことはあるか？確かに由来になった出来事はわからないな。ということで解説しよう。そもそもこのことわざはみんなも聞いたことがあるであろう。孔子の論語に出てくるセリフなんだ。出たー、名前知ってるけど中身知らんやつ。まあ一旦中身は置いておこう。ある時孔子の弟子に子貢という人物がいた。この人物は外交官を務めながらも、今で言う投資をして巨万の富を持っていたんだな。めっちゃ頭がいい人なんだね。この人物、優秀なんだがちょっと変わった癖があって、それが人物を勝手に批評するというものなんだ。評論家を気取ってたのかな？そして思考が孔子にある時、一つの質問をするんだ。市長と鹿の二人を比べた時、どちらが総合的に見て優れていますか？ってね。そこで孔子はこう答えた。市長はどう超えてるが鹿は控えめであると。つまり市長の方がいいってことなの？そう思った思考は孔子に聞いたんだ。つまり市長の方が優れているということですか？とね。そこで孔子が返した言葉こそが、過ぎたるは名を呼ばざるがごとし、だったというわけだ。つまりこのことわざで比べていたものは、人物の優秀さとか賢さってこと？そういうことになるな。思考はおそらくこの時は、市長の方が優秀という答えを、期待していたと思うんだ。どちらかというと思考もやりすぎ側だからね。孔子はそういう思考のそういった、ある種の強者のおごりを戒める、ためにこのことわざを言ったとされているんだな。弟子の心の成長を促したんだね。最終的にまとめると、ことわざで比べていたのは人物同士の、優秀さ賢さであり、孔子はこのことわざを、弟子の思考に言うことによって、心の成長を促したというわけだな。へえ、また一つ勉強になったよ。今回はここまで。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。